随末当初は、随の陽体が殺された618年から唐による支配が安定する630年頃までの混乱期のことである。随の陽体による大運河建設、4回の高空遠征などは民衆を著しく疲弊させ、さらに615年に元門で特決に包囲された際には恩賞をもって援軍を募ったものの、脱出後に恩賞を与えなかったため、 諸将の怒りを買った。そのため、618年に、江戸にて陽代は、伊佐カを率いる柴徳官らにより殺害された。新王、陽広氏を擁立して皇帝とし、宇文化及びは大上昇となった。その後、陽広氏を独殺し、宇文化及びは元を建国したものの、区域支配を確立することなくわずか1年にして、夏を建国した、東建徳により滅び、 混乱期となった。党の皇祖、体宗となる、李炎、李生民親子は、六百十七年に、大工場を占拠し、妖代の孫である、妖幽を擁立した。翌六百十八年、妖代が殺害されると、李炎は、妖幽に禅城させることで、党を建国した。団たち、王政自由らも、落葉にて、妖幽の兄の世を擁立した後、六百十九年に禅城させて、 帝を建国した。その後、虚、帝、夏以外にも、帝王、領、旗、領などが乱立したが、いずれも不安定であり、すぐに和解するか、離縁、李世民の勢力が滅ぼすなどして、混乱期は収束を迎えた。突決による圧迫に屈して侵入し、突決と共に撃たれた国もある。その後、死者断格を殺害し、李世民の尊平定に伴い処刑。 ありがとうございます。